ネットラボ調査隊では2024年2月2日から2月9日までの間スノーマインのダンスプラクティス動画で好きな曲はというテーマでアンケートを実施しました。今回は投票いただいたうち20から30代の女性からの投票218票を元にした結果を紹介します。メガボルトとは違う魅力を感じられるスノーマンのダンスプラクティス動画。 数ある動画の中でも特に人気を集めたのはどの楽曲だったのでしょうか。早速結果を見ていきましょう。第2位、パワー。第2位はパワーでした。2023年リリースのサードアルバム、I Do ME に収録されている楽曲で、ミンティアミンティアの CM 曲として使用されています。音楽のリズムに合わせて彼らの体は一体となり、 空間を満たすエネルギーが生まれます。ミンティアのダンスプラクティス動画は、ただのダンスではありません。それは、爽快さとリフレッシュ感が融合した、魅力に満ちたパフォーマンスの世界への招待です。この動画では、メンバーが一つの目標に向かって駆け抜ける情熱が見て、取れます。彼らのダンスは、ただ単に、ステップを踏むだけではありません。それは、感情の表現であり、 彼らが心から楽しんでいることを示す証です。リズムに合わせて体は自由に動き、そのエネルギーはスクリーンを通じて視聴者にも伝わってきます。ダンスの中にはミンティアのシグネチャースタイルである爽快感が際立っています。彼らの動きはまるで風に乗って舞うようであり、見るものに心地よい爽快感をもたらします。また、リフレッシュ感も溢れ出しています。 彼らのダンスはまるで新鮮な風が吹き抜けるような清涼感を与え視聴者をリフレッシュさせます。そして動画の中でメンバーがカメラに手を振ったり筋肉を見せつけるようなポーズをとる場面もあります。これらの瞬間は彼らの個性や魅力をより深く知る機会となります。彼らはただダンスを踊るだけでなく自分たちの一部を視聴者に見せることで 親しみやすさと共感を生み出しています。ミンティアのダンスプラクティス動画は単なるパフォーマンスの一場面ではありません。それは視聴者に爽快さとリフレッシュ感をもたらし、同時にメンバーの魅力に触れる機会でもあります。彼らの情熱と才能が融合したこの特別な世界にぜひあなたも足を踏み入れてみてください。第1位、クライアウト。第1位は クライアウトでした。スノーマンがデビュー前に披露し、当時から人気を集めていたダンスナンバー2023年リリースのサードアルバム I Do ME の初回版 A で初めて音源化されました。ダンスプラクティス動画は今や K ポップファンの間で欠かせない存在となっています。その中でも特に注目を集めるのがグループ全体での息の合ったパフォーマンスである。 ユニゾンダンスと個々のメンバーが自身の個性を発揮するフリーダンスです。これらの要素が見事に融合したダンスプラクティス動画は視聴者にとって欠かせないエンターテインメントとなっています。一つ目の魅力はまさに一体感あふれるユニゾンダンスです。メンバーたちは舞台上を自在に駆け回り緻密に練られた振り付けを披露します。彼らの動きは まるで一つの存在として融合し、まるで一つの魂を持ったかのように見えます。視聴者は彼らの息の合ったパフォーマンスに圧倒されることでしょう。そしてもう一つの魅力は9人それぞれの個性が光るフリーダンスです。メンバーそれぞれが自身の個性やカラーを表現するために自由な振り付けを披露します。その一瞬一瞬に彼らの魅力が溢れ出し、 視聴者は彼らの魅力に引き込まれます。一人一人が異なるエネルギーを放ちながら、一つのグループとしての結束力も感じさせる、まさに魅力の宝庫と言えるでしょう。このように、ダンスプラクティス動画は、単なる練習風景の撮影にとどまらず、視聴者にとって、臨場感あふれるエンターテインメントを提供しています。ユニゾンダンスとフリーダンスのコンビネーションは、 その魅力をさらに引き立たせ、ファンの心を掴んで話しません。これからも彼らのパフォーマンスに注目が集まることは、間違いありません。スノーマン向井康二が動脈ピースで、深澤達也の首元をつん。ソレスの深小路仲良しオフショット公開。深澤は、辛そうな嬉しそうな表情でウィンク。TBS 系。 それスノーマンにやらせてください公式インスタグラムが深澤達也向井浩二スノーマンの仲良しオフショットを公開した公開されたオフショットは番組でおなじみのそれぞれのメンバーカラーのつなぎ紫色のつなぎを着た深澤とオレンジ色のつなぎを着た向井が寄り添う上半身ショット向井は右手で深澤の肩を組み左手のピースで 深沢の首元を、ツンとついたような動脈ピースのポーズを見せている。深沢は、辛そうな、嬉しそうな、表情でウィンクしている。仲良しな深小路ショットに、可愛い、尊い、好きすぎるなどとファンは、大興奮。なお、不思議そうな顔がキュートな深沢ソロのオフショットも、公開されている。4月19日20時からの、ソレスノの放送は、 番組初の2週連続 SP の2週目。大人気企画、ダンスのカンコピレボリューションの第4弾に、9人組グローバルガールズグループ、ケプラーらが登場する。深沢達也スノーマンが、のんびりと足湯につかる、癒し動画に、デート気分を味わえると大興奮の声が殺到、思わず、座りたくなる、空いた隣のスペースもポイント。TBSK。 それスノーマンにやらせてください公式インスタグラムが深沢達也スノーマンが足湯に浸かる動画を公開デート気分を味わえるとファンが歓喜している深沢の日常の一コマがまるで絵画のように美しい瞬間に切り取られました彼が窓の外の景色を眺めながらゆったりと足湯に浸かる姿はまさに穏やかな時間の象徴ですその姿は 斜め後ろから撮影されているため彼の後ろ姿や横顔しか見ることができません。しかしその視点の選択がこの瞬間に自然な魅力を与え視聴者の心にリアルな感情を呼び起こします。この動画はただの日常の1コマを切り取ったものではありません。それは自然との調和、時間の ゆったりとした流れ、そして内省的な静けさが融合した究極の癒しの象徴です。深沢が窓の外を見つめるその眼差しはまるで世界の喧騒から離れ、心を沈めるような魔法を持っているかのようです。彼の足が湯に浸かる音、風景がゆっくりと変わる光景、そして遠くから聞こえる自然のやきは視聴者に深い安らぎをもたらします。 この動画は日常の一瞬を切り取るだけでなく私たちに内省の機会を与えます。深沢の様子を見ていると自分自身も同じような時間を過ごしたくなるでしょう。このような静かな時間は私たちが日々の忙しさから解放され自分自身と向き合う貴重な機会を与えてくれます。さらにこの動画は私たちに 身近な自然の美しさを再発見する機会を提供してくれます。深沢の窓の外に広がる風景は私たちが忙しい日常の中で見落としがちな美しさを思い起こさせてくれます。その風景の中には青々とした木々、穏やかな川の流れ、そして遠くに連なる山々があります。これらの景色は私たちに自然の素晴らしさと その中での静寂な喜びを再認識させてくれます。この動画は私たちに静かな幸福と魅力的な内省の時をもたらしてくれます。深沢ののんびりとした時間の流れは私たちに日常の喧騒から離れ心を沈める貴重な機会を与えてくれます。そして窓の外の景色は私たちに自然の美しさと静けさを再発見させ、 心に、穏やかな喜びをもたらしてくれます。隣のスペースが空いているところも、またぐっとくるポイントで、隣に座りたいという声も殺到。深沢らしい癒しの動画になっている。なお4月19日20時からの、ソレスノの放送は、番組初の2週連続 SP の2週目。大人気企画、ダンスのカンコピレボリューションの、第4弾に、9人組グローバルガールズグループ。 ケプラーラが登場する。